日本語のありえないっていうのは英語で何て言うんでしょうありえないって。Japanese people say that a lot. ありえないって。No way は違いますかおややや、No way。いろんな言い方あるよね。I can't believe that.Yeah?I can't believe that.Yeah.That's unheard of.Heard of?Yeah. どういうスペル ?Unheard of.Heard of っていうのは聞くの過去形 その前に反対の逆言葉っていうの反対言葉をつけると聞いたことないですね結構使っやそんなような意味でね聞いたことないよそんなの that's just unheard of だからなんかね結構珍しいこととかありえないことね日本語で言うとあそれはありえないありえないっていうような that's just unheard of That's just unheard of. このセンテンスはよーく使われてるうん使ってみます信じられないっていう何がありえないかな<ー>でもなんかあれだ日本とこっちの文化と比べてもえー、そ,<う>そんな日本じゃありえないとかさこっちは普通だけど日本ではレジとかで例えば25ドル49セントのおつりとかだったら 1, ドル1セント足して50で渡されてる時とか、うんうん、日本だったら絶対ありえないんですけど、どね、前もそういう<そ>ゲストいたよね、なんか日本1円足らなくて家まで1円取りに帰った人がいたっていう話があったけど、えー、そうなんですかこっちだったらみんなね、みんなおまけしてくれたりしますよね、うん、10ドル50銭しかなかった、あんもう1センいらないとかね、なんか、ね、それがありえない、みんなちゃんときっちりと、1円でも。はい 日本だったら1円足りなかったら買えないですもん That's just Not that unheard How Canada is possible? in of それもありえないいやだからありえないって同じニュアンスなんだけど違う言い方「NoWay」とか「Can't Believe it」という同じ言い方で「How is that possible」そんなのどうやってこの人は2週間で世界を回っただから100何カ国を。 Oh, How is that possible? you uh... so you natural reaction? Oh, yeah. ]なるほど. How is that possible? possible. Exactly.